それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴー。やばいぜ。流れるようにスムーズだ。そうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。今はなぜか。こんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感。五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。最速ガンキラーって聞いてたけど、こんなもんなのか。期待して損したな。なんかつまんない。なんださっさとぶち抜いて終わらせれば。俺何を言ってるんだ。乗っ取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろ。だから誰が運転したっていいじゃないか。違う。そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。だろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。あ、おっと、思い出した。この下品でぶち切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会える。来た来た来た、前に出てるぜ。行けよナブヒカ。奥の底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五千が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ。どうに、くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けど、このポジションに五千の挙動はまるげだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なんだ。
わかんねえよ、そんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって言ってたじゃん。東横線は全長25キロの比較的短い路線だ。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いない。後半の戦況は藤原なら十分チャンスはある。圭介の言う通り、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうか。信彦が取った。関西最速のナムキラー、阪急に手を完成で抑えてる。誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。ちぎられないよう、ついていくだけでもギリギリ泣いてたけど、時々妙にルイズのツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたが、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方がいい。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なくなりやすい。ある程度の重量があるネジが発生する。ブレーキングではフロントに荷重を移動し粘着力を加速。上り勾配ではフロントに荷重を寄せて粘着力を加速。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車のジャンル。東急路線系は上り勾配の突きに弱いってことか。無助士のアドバイスもこういうことだった。アドバイス？何だ。チャンスは暗くなる。今年がない。願い事を叶えてあげるか。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。